はようございます。赤尾です。本日は、朝の目覚めよう怖い話録、お送りいたします。では、早速。朝怖ー。ジェイ山の話。福岡県にあり、地元民だとすぐにわかると思う。山のふもとにある S 霊園は、その心霊スポットの中でもかなり有名で、地元の多くの若者がそこへ行く。自分も多分に漏れず、そこに行ったことがあるが、特に霊的な現象はなかった。高校生の時に、綺麗な場所でキャンプをしよう。という話が出てきたので、その山の頂上付近にある小屋で、バーベキューでもしながら遊ぼう。ということになった。この小屋は、誰でも使用できるようになっており、中にはいろりとそれを囲む椅子があるのみ。ただし、遊び半分だったため、通常のキャンプとは異なりテントも寝袋もなく、しかも食べ物だけ買い、夜中にその霊園から登っていくことに。当日、夜の10時ぐらいに出発することに決め、それまではみんなで近くの海で釣りをして時間を潰した。その後釣った魚と買った肉や野菜、料理器具を持ち、山に登った。山を登り始めて30分経ち始めた頃、怖い話でもしながら行こっかと言い出した友人にみんなが賛同し、その後それぞれの恐怖体験、聞いた話などを始めた。怖さや夜に友人と遊べるという高揚感から、あまり疲れも感じずに山小屋へ到着した。その後、火を起こすために小屋周りの焚き火を集め始めた。でも辺りは暗くあまり見えず、持ってきた懐中電灯で辺りを照らすも、真っ暗闇に少しの明かり。それが怖さを増してきて、遠くまでは行けない。小屋周りに焚き火になりそうな気もないため、じゃんけんで負けた者が取りに行くことに。その結果、友人二人と自分が取りに行くことになった。小屋を少し離れて探している時に、一人が、こんなとこに社があるぞ。と呼びかけてきた。そこへ向かうと、小さな社が置いてあり、何かを祀ってる。先ほどまで怖い話をしていた自分たちには、あまり気味がいいものではなく、そのあたりの気を拾い、すぐに小屋へ逃げ帰ることに。その時に、後ろからキーッと音が聞こえたため、振り向いてしまったが、すぐに目を背けた。さっきまで何もなかったし誰もいなかったはずの社の前に、人が立ってるような影がある。懐中電灯から出ている明かりが、どこかに当たって影になってるのだろうが、周りには何もない。びっくりしたのか友人も、何度か懐中電灯を移動して、その影の本体を探そうとするも、周りに人はいない。怖くなりすぐに小屋へ走った。小屋の明かりが外に漏れているのを見て、少し安堵したものの、後ろに何かついてきてるかも、という思いは拭えないので、とにかく急いだ。その時に中からいい匂いがしてきて、小屋から煙が出てることに気づいた。お前ら、何してんの？人がせっかく焚き火拾いに行ってるのに、先に始めるなって。と、友人の絵が起こりながら中に入っていくと、中ではすでに真ん中のいろりのような場所に火があり、網の上で肉を焼いていた。いや、お前らが遅いけん、小さい枝とか集めて、そこにあったボロボロのカレンダーを燃やした。最初は新しいやつかと思ったけど、日付見たら10年以上も前のやつやけん、いいかなと思って。と、そのうちの一人がいい。10年前のカレンダーって、お前、ここに人があまり来んけって言っても、10年以上も人が来んとかありえんし、掃除とかも入りようって言いよったぞ。と、絵が起こりながらそのカレンダーを見に行った。誰かが来てキャンプみたいなんやった後に、捨てていったんやろうな。と言いながらカレンダーをめくってた絵が、いきなり、うわ、と叫んだ。みんなが一斉に彼を見て、どうしたのかを聞こうとした時に、すぐになんで叫んでるのかがわかった。そのカレンダーの数十枚めくったところに、小さい黒い斑点が見える。めくればめくるほど、その黒い斑点の大きさと量は増えていき、赤黒くなって見える。絵は、やばすぎ。と、それをすぐに手から放り投げた。そこで彼は先ほどの影の話をし始めて、ここやばいんやね。気持ち悪すぎる。と言い、その場全員が、来るまでにした怖い話のせいもあり、固まって動けなくなった。どうにかそのうちの一人の B が、見間違いあって、そんな影なんか、しかもこの黒いのも土やろ。10年前のやぞ。雨降れば少しは色も変わるって。
と、言いながらカレンダーを拾いに行くと、A が、お前読んでみや。と、言い始める。自分たちには A が何を言ってるのかわからず、拾いに行った B が、何をよ。と笑いながらカレンダーを拾い、めくっていった。その瞬間に、ひぃ。と変な声を出しながらカレンダーを落とした。これは、ないわ。なんちゅういたずらをしとんやろ。と言いながら、何かがついたんじゃないかというぐらい、青い顔で目を見開いていた。さすがに誰もそれを見ようとはせずに、ただ、どうしたん？何があるん？とただ聞くのみ、A は、見たらわかるって。というのみで、B は固まったまま動かない。何があるのか気になったのと、せっかくここまで来たのに、このまま帰るのは嫌だった俺は、そのカレンダーを拾い見てみた。何枚かをめくっていき、それを見た瞬間に、手が震えて背筋に寒気が走り、腰がどっと落ちた。うわ、なんかこれ。と、怖さを振り払おうと大きい声を出したら、全員がビクッとなり、一斉に俺を見た。マジで、何が書いとんかええや。と怒鳴りながら言う友人に、A が、自分で見ろって、口にも出したくないわ。と怒鳴り返し、再度静かになる。みんなで見ればいいやん。となんとか言うと、見てない A と B 以外の友人が集まってきた。あまり直に手で触りたくなかったため、拾ってきた棒でゆっくりとめくっていく。ただ、その黒い斑点のせいで、くっついている箇所もあるため、一枚ずつめくれるように2本の棒で開いていった。そのカレンダーはよくある日めくりカレンダーで、大きさは A4 の音ぐらいの大きさ。小さくないため、一本の棒で押さえて、もう一本で開いていくと、8月の19日と書いてある場所から、黒い斑点が始まった。それは20日の場所から滲んでついたようで、20日を開くと、再度それを見ていなかった友人たちが、うわ、と口々に悲鳴を上げた。それは小さい字で書いており、20日、この日は私が初めて手首を切った日、これ見た人呪うね。と書いていた。これは、ないわ。なんでこんなん書くよ。と、泣きそうな声で言う友人。続きはどうなったとん？という友人が棒を取り、次の日を開こうとするもくっついてて開けない。次に開いたところには、24日、まゆみちゃんの頭から血が出てる。カレンダーに垂らしてみたら黒くなっちゃった。と書いていた。意味がわからん。と言いつつ、その友人はどんどん開いていこうとする。次に開いたところは、ページが10月までくっついており、開いたところは赤黒いシミがあるだけ。それ以降は何も書いておらず。マジでなんなん。とかなりびくつきながら、みんながいろりの周りに集まった。どこまで続いたんやろ。意味がわからんし。と A が言うと、B が。一枚一枚めくれるか、お前。無理足ほっとけよ。と怒りながら言い出した。誰がめくれるって言ったんか？お前怖いけって突っかかってくんな。と A もいい、かなり険悪なムードに。その時に、空気というものを一切読めない C が、じゃんけんすれば？と言い出し、B 以外の全員が吹き出した。それが良かったのか、怖さが収まり、少しずつ余裕が出てきた。なんか、シーンとしとったら余計に怖いし、もういいやん、みんなで見ようや。と C が言い出し、どうせ、これも血のように色垂らして、怖がらせようと書いとるだけやろ。見よったら、最後に、私、あなたの後ろにいるの。のパターンよ。と全員を安心させて、カレンダーを素手でゆっくりとめくり始めた。なんとか剥がした、21日、22日、23日には、黒い斑点のみで何も書いていなかった。次に25日は全く剥がれず、26日はなんとか剥がれるも真っ黒で何も読めず。9月2日まで開いても、黒いのみで書いてある様子はない。ただ、9月3日に赤黒いものに混じって字が見えた。3日、まゆみちゃんだけ先に行った。削ったら、ギャーギャー騒いでた。4日、まゆちゃん、お帰り。帰ってきた。くっつけたらピクピク。5日、あんたまだ見てる？見てくれる？外。と、ここで気持ち悪さもあったけど、C が言った通りに書いてあったために、みんなが、これは作ったんやね。C の言う通りやん。立ち悪いなぁ。と笑いながら見てた。6日、まゆみちゃん、まゆみちゃん。
まゆみちゃん。とだけ。なのか、まだ ?8 日。もう、いい ?9 日。見てる人いる?聞きたいの。10日。ねえ、まゆみちゃんって誰?と、いきなりこの文だけ大きな字で書いていた。こいつ精神的にイカれてるよね。という絵に。異常すぎるやろ。とみんな同意した。11日。いい加減にして。12日。なんで私なの ?13 日。今日私自殺します。首切り自殺です。首吊りかと思ったけどこう書いてた。神社がいいかな?山?霊園?どこがいいかな?まゆちゃんも連れて行くね。このカレンダー見つけた人、12月24日見てねー。私は死んでるけど。と、書いていた。みんなで少し笑いながら。出た出た。来るぞー。来るぞー。と少しふざけて言いながら、すぐに12月24日を開くと、そこには。専門の役は得とるな。コハはもら、かなら、ろ。と、意味不明な言葉と、意味不明な漢字が書かれていた。そして12月25日に。まゆみちゃんも、まゆちゃんも殺した後にいろりで焼いた。そこ掘れ。そこ掘れ。まゆちゃんの頭ちょん切って社の前に置いたよ。まゆみちゃんの足くっ切って社の後ろに入れたよ。私はそこにずっといようっと。これは怖がらせるためじゃないよ、日記だもん。あなたは乗らう。死んでる私が乗るよ。私はいないからお願いも聞かない。あなたは乗ろう。と、小さい字で書いていた。この字だけ、異常者が書いたような内容なのに関わらず、すごく上手な字だった。それまでは笑ってたけど、さすがに気持ち悪さと、呪う、という言葉に気分も悪くなり。もう、帰ろうか。と絵が言い出す。ただ、帰ると言っても、夜中の12時か1時ぐらいに、懐中電灯で来た道を戻れる勇気もなく、賛同する者もいない。朝まで待とうや。というも。ここで?マジで?こんなとこで?と、B が言い出す。B と A は、もう出た方がいいって。というが、他の友人は。いや、外なんかあるけんって。と、拒否。その後、結局そこで朝まで待つことになったが、バーベキューをするほどの元気もなく、全員でなんとなく気分を紛らわせるように話をしていた。数十分後、いきなり外から。おい、おい、おい。と聞こえ始めた。全員が一斉にビクッとなり、身構えるように静かになった。おい、おい、おい。としか聞こえないのだが、それがずっと続くため。動物の鳴き声じゃね?という友人に全員が同意し、また話し始めた瞬間。と、小屋の裏側が誰かに叩かれた。おい、おい、おい、おい。と叫ぶ声も長さが増していき、それと同時に、再度裏側から、と誰かが叩く。な、なんなん、これ?誰かが叩き寄るん?と、B が半ば泣きながら言うと、今度は横側から、と、音が鳴る。そこでいきなりドアが開いた。おい、こら、お前らなんしよっとか?お。と、一人の男が立っている。自分たちは全員、怖さと目の前の現状が全く理解できずに固まっている。おいって、呼び寄る野郎が、お、聞いとんか、のう。とまくし立てる男の手には、古びたバットが握られており、それが怖すぎて一言も発せられない。なんとか言わんか、こら。と、男がバットを扉に殴りつけながら叫ぶので、いや、バーベキューしようと思って、来ました。知り合いに、ここの小屋は誰でも使えるって聞いたんで、ここにいます。と言うと、男は、アホか?おう、ここは今俺が住んどるんぜ。という、本当にすみませんでした。知らなかったとはいえ、ここが個人の家だとは知らなかったので。と言うと、個人の家やないけど、俺が先に住んどるんぜ。誰が使うていいって言うたか知らんけど、はよ出ていけ。と叫びながら、バットを扉にバンバンと殴りつける。急いで荷物をまとめてその場から出ようとした時に、その男が、食い物持っとるんやったら、置いてけ。肉が黒焦げになっとるやろうが。あん、持っていねえことしおってからこんぼけ。
と、いろりの上の焦げた肉を、指差して怒鳴り散らすため、肉や魚を置いて逃げるように外に出た。外に出るためにその男の横を通る際、男の目を見てかなり萎縮してしまった。多分白内障なのだろうが、片目が白い。これで見えてるのか、というぐらいに。外に出た後に、なすすべなく立ち尽くしていたが、真っ暗闇の怖さで不安になり、みんな急いで懐中電灯をつけた。懐中電灯をどこに照らすべきかわからず、足元に照らし、どうする?と話をしていると、小屋から再度怒鳴り声が聞こえた。おい、こら。おう、お前ら出て行けって言った野郎が。聞いとるんか、おい。と叫んでいる。何が起きたかわからずに、他に足りてない友人がいないか、誰か小屋に残ってないかを確認するも、その場には友人全員がいる。お前ら、人様を舐めとるんか?ああ?と怒鳴る声は続く。女やけって、容赦せんぞ。と男が叫んだ瞬間に、俺を含めて、その場にいた友人数人は腰を落とした。映画。え?今なんて言った?と、誰に聞くわけでもなくボソボソという。その瞬間にまた男の怒鳴り声。ああ、知らんわー。てめえ誰に口答えしよるんか、こら。女でも俺は殴るぞ。と、再度はっきりと言った。俺たちは男同士で言っていた。女は一人も連れてきてない。それにもかかわらずあの小屋では、男が女に向かって怒鳴ってる。二重の恐怖に足がガクガク震えて、どうすればいいのかと考える余裕もなく、動けずに、ただただその場で友人と目を見合わせてるのに。多分、一人が逃げればそれに続けるのだが、誰も先頭に立って逃げる勇気もない。少なくとも俺は、さすがに真っ暗闇を先頭に立って、照らしながら逃げる勇気はなかった。ただ、次の言葉が聞こえて、さすがに全員一斉に逃げた。まゆみー、誰せ、ボケ、知らんわ。と男が言ったから。最初、名前と思わずに、何を言ったか全くわからなかったが、言葉の端や流れから、頭でゆっくりと、まゆみ、と言ってるのでは?と理解した瞬間に体がビクッとなり。まゆみいや、言うのは知らんって言うとろうが。と再度はっきりと聞こえた瞬間に、全員ほぼ同時に逃げた。B は、ありえん、ありえんやろ。と、泣き声を上げながら逃げていた。小屋からかなり離れたところで、足が遅い A を待つために全員が止まり、A が、はぁ、はぁ、ちょっと待って。と言いながら追いついた。そこで、全員が再度息を整えるために少し休んでいると、B だけがボソボソと。まゆみって誰なん、誰なん、まゆみってなんなん。と繰り返す。さすがに俺も怖いために。おい、今はそんなん言うなよ。後で話聞くけん。頼むけ、今は言うなよ。というも、B はずっとボソボソと独り言を続けていた。その後、息も整い少しずつ落ち着きを取り戻し、山を下ることに。下りながらも後ろが気になり、少しの音にも敏感になっていた。さらに下っていくと、道の端に地蔵があり、下の町の光も見え始めた。下の町の光が見えてかなり安心感を取り戻した俺たちは、地蔵に、呪われませんように、という願掛けのために、みんなで立ち止まり手を合わせていると。それ、地蔵じゃないんやね。と、友人の D が言った。それ、地蔵やけど、守護系じゃないんじゃね?と、おどおどしながら言い出す。え?知らんけど、地蔵って何かを守ってくれたり、厄除けになるんやないん?と聞くと。多分、厄除けとかにはなるかもしれんけど、これ身代わり地蔵なんかね?大丈夫なんか?と言いながら、D は少しずつ後ずさる。なんか、怖がらすなや。十分ビビったやないか。と、A が D に怒鳴ると、D が。それ、足切り地蔵やん。足の付け根から切られとるやん。と言った時に、全員が一斉に地蔵の足を見る。確かに、右足の付け根が不自然になくなっている。その横に立っていた数本の風車が、いきなり吹いてきた風に反応し、カラカラと回り始めた。そのカラカラと音が鳴りながら回り始めた風車に、目がスーッと引き込まれる。その風車の下に、まゆみちゃん、と文字が見えて、一瞬にして背筋に寒気が戻った。その後すぐに走り出して、下の道路まで逃げてきた。山から抜け出し、アスファルトの道路を見て安心を取り戻した。息を整えて、全員で一番近い A の家に向かおうと決めて、
道路沿いを歩き始めた。時間は夜中の2時で、辺りはかなり静かで車も通ってない。にもかかわらず、反対側の霊園の歩道を、俺らとは反対に向かってくる人影を見て、ビクッとし、再度走り始めた。その歩いてる人影をはっきり見たわけではないけど、なぜか女の子のような錯覚をしたため、鳥肌がざわざわと立ち、見るな、見るな、と怖さからつぶやきながら逃げた。その後 A の家に着き、その時起こった恐怖体験をみんなで話し、朝まで過ごした。次の日から、B が、耳鳴りが止まらない。と、病院に通院した以外は、特に今のところ変なことはないけど、B はそれ以降慢性の耳鳴りになってしまい、本人曰く、金縛りがひどい。と、多分怖がらせようと繰り返し言っています。女が夜に枕元に立つ。で、刻まれていく瞬間を俺の前でずっと喋り続ける。と言ってる時もあったが、その話をしている時以外は、別に以前と変わったこともないので、多分大丈夫かと。その山小屋の話を兄にしたところ、兄が言った時は別にそんなものもなく、普通にバーベキューをしたし、兄の友人も、俺たちの体験後にキャンプしに行ったことがあるらしく。雑誌とかはあったけど、別に人は住んでなかったぞ。とのことでした。D山自体の、霊的現象の噂は一切聞いたことがなく、麓の S 霊園と、その奥の峠が有名だったのだけど、それ以来その山には近づかないようにしています。別の友人が、一度 T 山に仲間内で行ったことがあるらしく、その話をしたことがあったため、地蔵はあったのか、と聞くと。お前ら、あれは水子地蔵やろ。しかもいたずらしたのお前ら？と言われ、何もやってない、と言ったら。嘘つけ。目のとこがくり抜かれて、足が付け根からないやねえか。と言っていましたが、確認には一切言ってません。最近その中の友人の D が、10年前に何か事件があるかを調べてみたところ、図書館で新聞読んで、インターネットで調べた程度ですが、特に事件はなかったとのことです。ただ、S 霊園の奥にある峠は事故が多く、亡くなった方は何人かいたそうですが、多分関係はないと思います。専門の役は得とるな。コハはもら、かならろ。の文章は、はっきりと覚えてなかったのですが、友人と話してる時に、覚えてることを言い出し、このような感じの文章でした。が、ちゃんと覚えて、意味を知っとけばよかった。何か性質が悪そうですので。多分になり申し訳ありませんでした。長文にお付き合いいただきありがとうございました。お疲れーション。いや、面白かったよ。お疲れ様。こういう話を待ってた。面白かったよ。久しぶりに面白いプラス怖い文章を読んだよ。最近、嵐がひどくて来なかったけど、これは良作。まゆみちゃんが怖すぎるわ。久々に怖かった。お疲れさん。シャレ怖ってごく稀にこういう怖い話が出るよな。まあ大半が嵐だからしようがないけどね。面白かったよ。普通に面白く読めたしかなり怖いのね。ああ今夜はよく眠れそうだ、ありがとう。ここ地元だわ。北急の T 上山で、その下の霊園が S 山霊園でしょ？あそことか、近くの峠とかはめちゃめちゃ有名だね。たまに通ることがあるだけに、かなり怖いわ。いい噂も聞かないし、霊園のガードレールの増設も、事故が多発しまくるからって聞くしね。どこが怖いの？全然怖くないし。久しぶりに長編来たってだけで騒ぎすぎだろ。さて、明日のキャンプの予定キャンセルしてくる。私は46歳の鎌倉富士鬼の男性です。菓子工場で副工場長をしております。趣味はドライブです。好きなタイプは長谷川京子ですが、妻は天地真理美です。まあ、それはいいとして、これは私が体験した心霊体験です。仕事柄、なぜか朝の5時には出社するので、朝4時には起きます。起きてます、すぐにタバコを吸うんですが、家の中では禁煙なので、外、庭に出て吸います。吸っていると、よくうちに新聞を配りに来る、新聞配達の男性に会います。よくよく見ると若いので、中学生、か、と尋ねると。いいえ、高校生です。おはようございます。
と、朝っぱらからすがすがしい挨拶をします。実はここだけの話なんですけど、私も高校生時分、新聞配達をしていたんです。給料は2万5000円、今だと4万くらいかな。うち7000円が学費、5000円家に入れ、あとは小遣い。ですから、彼にはすごく好感が持てたんです。仕事の関係上、余ったお菓子を黙って持って帰る癖があるので、それを少しだけ、その高校生に与えてあげてました。その都度オウム返しのように、ありがとうございます。と、いなせな返事をしていました。ところが、クリスマスの日のことです。いつものように外でタバコを吸ってると、新聞配達の高校生がやってきました。しかし、いつもと様子が違います。ブスーっとした顔で挨拶もせず、乱暴に私の前に新聞を差し出すと、私が取るか取らないかという間に、行ってしまいました。私も初めは、なんだ、あの態度は、いつもお菓子あげてるのに、とムカつきましたが、そのうんち、ああ、クリスマスだというのに、彼女にでも振られたから機嫌が悪いのかな、と、勝手に納得してしまったんです。それで家に入って新聞を読むと、一面見出しにデカデカと、高校生惨殺、という言葉が載ってます。ふーん、と飛ばして、いつも見ているテレビ欄、スポーツ欄、お悔やみ欄を見て、仕事に行く準備を始めました。そして時間になり、出かけようとゲート、門をくぐると、変なデブ親父が、おはようございます。と、新聞を差し出してきました。なんだ、あんた？うちは〇〇新聞しか取ってないんだぞ。と言うと、あ、はい、〇〇新聞ですが。と言うんです。いや、もう配ってもらったけど。え？今日担当の子休んでいて、そんなはずはないんですが。しょうがないから、その親父が差し出す新聞を受け取りました。確かに〇〇新聞でした。新聞は折ってあるんですが、一面見出しは見ることができます。政治のことでした。さっきのと違う。考えてみれば、見出しに、高校生惨殺、なんて、まず載るはずがありません。不安になり、さっき、キッチンのテーブルに置いていた新聞を見に戻ったんですが、ありません。すでに起きていた妻に聞くと、そんなのなかった。と言います。あり、とか思いながらも、遅刻しそうになったので大慌てで出かけました。そして、仕事に夢中になるうちに、朝の出来事なんか忘れてしまいました。嘘。本当はパートの若い子の尻に夢中だった。そして次の日です。外、ガーデン、でタバコ吸ってると、高校生が来ました。そして、また挨拶なしのブスーユとした顔で、乱暴に私に新聞を差し出してきました。アンダー、こらー、その態度は、もうおかしやらんぞー。と脅しをかけたんですが、高校生は言ってしまいました。ち、とか思って新聞を見ると、また、高校生惨殺、の見出しが。なんで？昨日は飛ばして読んだんですが、今日は見ることにしました。こんなことが書いてありました。新聞配達途中の高校生が遺体で発見。死後約1週間経過。全身26箇所の刺し傷。右手小指左手中指を損傷。いずれも生活反応あり。表皮剥奪。皮下出血多数。生活反応あり。直接の死因は数回にわたる頭部への打撲。脳髄は3分の2を損失。顔は原型をとどめず、歯型より本人と確認。遺体はバツバツ県〇〇町の林道脇で発見。〇〇町って言えば、うちの近所じゃないか。しかもすぐ近くには林道があるし。そういえば、普段は家に入れると角曲がっていくのに、昨日今日はまっすぐ行ったぞ。その先には林道が。もしや。時間になったので出かけようとすると、昨日のデブ親父が、うちの家のポストに新聞を入れようとしています。今日も休みなの？ええ。そしてぼやくように。無断欠勤。家にも帰ってないそうですよ。さっきの新聞のこともあるし、冗談めいて、どっかで死んでんじゃないの？って言うと。はは。と愛想笑いして言ってしまいました。そして次の日、また来ました。挨拶なしの、ブスーユ態度で。私は言いました。君は死んでるんじゃないのか？しかし、私のそんな言葉を無視して、まっすぐ林道へ行く道に行ってしまいました。見出しもまた、高校生惨殺、です。記事も昨日と一緒。
もしかして本当に死んでいて、私に発見されたいのかな？と思い、その日はずる休みして林道に行くことにしました。年末で忙しいっていうのに。工場に電話して、もう一回寝て、昼頃林道に行きました。脇の茂みの中をくまなく探したんですが、結局見つかりませんでした。そして次の日、寝坊してしまい、着替えると、顔も洗わずに出社しようとすると、デブ親父がいます。そして、死んでましたよ。自宅の裏のドラム缶の中で、凍死だそうです。検視の結果、イブの日だそうです。しかし、なぜ死んでるってわかったんですか？ご主人、もしかして預言者かなんか？しかし、私はその日は寝坊してしまい、そんな話聞く暇なかったんで、無視していきました。これが私が体験した心霊体験です。なぜこのようなことが起こるんでしょうか？人、そして金がはびこる世の中では、当たり前のことなんでしょうか？後日談も言いますと、高校生の家がうちの近所だということが分かったんで、勝手なことではありますが、私が持って帰ってきたお菓子と、その高校生は狐みたいな目をしていたので、俗に言う釣り目。油揚げを買って、実費、お勤め品ですけど、高校生の家の裏に投げ入れました。もちろん嫌がらせではなく、供養のためにです。去年体験した話なんだが、文章あまり上手くないので見たい人だけ見てくれ。夏休みちょっと前くらいのこと、俺と友人 A、B が、夏休み中に、N 県の山奥へキャンプへ行こうと計画を話していると、それを聞いていた留学生二人が、一緒に連れて行ってほしい、と声をかけてきた。その二人は俺たちとゼミが一緒だったのだが、特に親しく会話したこともなく、仲が良くも悪くもなかったため、なぜ？とみんな疑問に思ったが、まあ断る理由もないため OK することにした。当日、今までその留学生二人とほとんど話をしたことがなかったため、この機会にと話してみると、二人とも少しナルシストっぽいところと、自己中なところはあったが、まあ普通なやつだった。少なくとも、その時の俺はそう感じた。たわいもない話を続けながら電車に揺られ、途中からバスに乗り換えキャンプ場に着いたのだが、時期が時期であったため、家族連れやら俺たちと同じような学生やらで、キャンプ場がごった返している。ここでキャンプするのか？なんかゆったりとかのんびりとか、全くできなさそうだぞ。そうだな。なんかトイレや流し場なんか、順番待ちの行列になりそうだな。すると、会話に加わらず地図とにらめっこしていた B が、こんなことを言い出した。この先 2km 奥に、砂防ダムがあるっぽいんだが、そこが結構開けていて、キャンプできそうだぞ。そっち行かね？留学生二人も、ここまで来てこんな混雑はいやらしく、俺と A も同意見なので、迷わず B の意見に賛成した。幸いキャンプ道具や BBQ 用の道具は持参しているので、何もない場所でも問題なくキャンプはできる。むしろ、人工的に作られたキャンプ場より、そっちの方がいいんじゃないかとも思えてくる。俺たちは荷物を持って山道を進んでいったのだが、山道というものを少し甘く見ていた。当初の目的地のキャンプ場に着いたのは昼頃だったのだが、砂防ダムに着く頃には午後3時を過ぎていて、疲れていたが、早々にテントの設置と、晩飯の準備を始めないといけなかった。俺と A は、テントの設置と晩飯用のかまどなどの準備。B と C、D は、焚き火拾いにと、二手に分かれて作業をすることに。俺と A は、黙々と作業をし始めた。B と C、D は、何往復か焚き火を持ってやってきて、次で最後かな、と考えていたが、いくら待っても三人が戻ってこない。時間は、手際が悪かったのと遊びながらだったため、予想以上にかかってしまい、もう6時を過ぎている。そろそろ暗くなるし、早く戻ってきてくれないかな、などと考えていると、林の中から口論のような声が聞こえてくる。しばらく俺と A がそれに耳を傾けていると、B と C、D が口喧嘩をしながら帰ってきた。何か B と留学生二人の間に、険悪な雰囲気が漂っている。俺と A は、こんなところまで来て喧嘩をしたくないため、まあまあと三人をなだめ、ひとまず平和に晩飯を済ませ、未だブチブチ文句を言っているし、D をテントに押し込めると、俺と A は、B に別のテントの中で事情を聞いてみた。以下は B の語った話。
3回目の焚き火拾いをしていると、留学生の片割れの D が、川の上流の岩場の先に洞窟を見つけたらしい。3人がその洞窟の中に入っていくと、洞窟というより、人工的なホラー穴っぽかったらしいが、10メートルほど奥に、ボロい小さな祠があったらしい。B は、何かその祠から嫌な感じがしたため、早急に立ち去りたかったらしいが、留学生2人は大興奮していて、B の静止を一切聞かずに祠の扉を開けてしまった。おい、やめろよ、こういう場所は意味があるんだ、余計なことするなよ。別にいいだろ、誰も見てないし。ビビってるのか？C と D は、完全に B をバカにしていたらしい。そして、扉を開けた C が何かを見つけた。それは半透明の茶褐色で、一見すると琥珀っぽい石のようなものだった。B はその石を見た時に、何か言い知れない不安感を感じたらしく、とにかくその石を置いて、ホラー穴から出ていかないといけないと感じたらしい。そして口論となった。それはこの祠のものだろ？さっさと元に戻して戻ろう。俺たちが見つけたんだから俺たちのものだろ。こんなところに不用心にあるんだから、捨ててあるのと同じだろ。俺たちがもらっても問題ないはずだ。誰のものとかそうじゃなくて、それはそこに安置してあるものなんだから、勝手に持ち出しちゃダメだろ。誰がそんなこと決めたんだよ。祠があるってことは、誰かがここを管理してるってことだろ。人のものじゃないか。さっさと戻せよ。大事なものなら鍵くらいするだろ。ないなら捨ててあるのと同じだ。だから俺たちのものだ。B が何を言っても C、D は言うことを聞かず、最後には顔を真っ赤にして激怒し始め、そのまま口論をしながら戻ってきて、今に至るらしい。俺と A が C、D の非常識さに呆れていると、B はこう言い出した。実はさ、あの祠の扉、何かお札みたいなのが貼ってあったんだ。C はそのお札を破いて扉を開けていた。あれは絶対何かヤバいものだって。B が真顔でそう話すのを聞いてしまったためか、俺は、何か不気味な視線がこちらを覗いているような気がしてきて、急に寒気がしてきた。A も同じように感じたらしく、押し黙っている。すると、外で C と D が騒ぐ声がする。どうやら二人は、俺たちはほっといて外で酒盛りを始めたらしい。俺たち三人はそこに加わる気にもなれず、留学生二人に、もう寝るから少し離れたところでやってくれ、と伝えると、テントに入って寝ることにした。その時、C と D どちらか知らないが、ぼそっとそいつらの国の言葉で、俺たちをバカにするような言葉を吐いたのをよく覚えている。発音のニュアンスと表情でそれがわかった。真夜中、俺は何かの物音で目を覚ました。テント近くの広場を、誰かが歩く音がする。はじめは、誰かしょんべんでも言ってるのか、と思ったが、何か様子がおかしい。足音は二つのテントを中心に、広場をぐるぐる回っているようで、止まる気配がない上に、それどころかどうも、だんだんと足音の人数が増えている。C と D が何かしているのかとも思ったが、足音から察するに、人数は少なくとも5、6人はいる。それと何かよくわからないが、妙な違和感も感じた。俺はただごとではないと思い、横で寝ている A と B を起こすことにした。A と B は初め寝ぼけていたが、外の様子がおかしいことに気づくと目が冴えたらしく、聞き耳を立て始めた。しばらく聞き耳を立てていると、何かおかしくないか？どう考えても今の状況はおかしいだろ。いや、そうじゃなくて。じゃあなんだよ。そこで俺は、違和感の正体に気がついた。俺たちがテントを張っている場所は、開けているとはいえそこまで広くはない。広さは畳15畳ほどだろうか。その周囲を大回りに歩けば、普通は草の擦れる音や、すぐ横にある川に入って、水しぶきを上げる音がしないといけない。でもそんな音は全くしない。ただ地面を歩く音しか聞こえない。A もそれに気づいたらしく、しばらく三人とも沈黙していた。やっぱ原因は、B の言ってた石のせいだよな。だよな。俺たちは、外に出て何が起きているのかを確認する勇気もなく、そのまま寝ることもできずじっとしていた。するとどれくらいの時間が経ったかわからないが、足音がしなくなった。しばらくの沈黙を、俺が外に出て確認しようかと二人に話している時に、クラウセフアトグシュジコループ。と、隣のテントから、留学生二人のものすごい悲鳴が聞こえてきた。なんと表現したらいいのか、言葉で表現できない悲鳴だった。
俺たちが声に驚いてビクッとなっていると、悲鳴に続いて、隣のテントで何かが揉み合うような音と、二人が何か懇願するような声を上げている。俺たちはさすがにまずいと思い、三人で目配せすると、勇気を振り絞って、懐中電灯を片手にテントの外に出た。外の様子を見たとき、そこで絶句して固まってしまった。隣のテントから二人は引きずり出されており、二人は地面に頭を抱えてうずくまり、彼らの国言葉で何か叫んでいる。異様なのはその周囲で、二人の周囲には、ボロボロの服を着た青白い顔の人々が十数人群がり、無言で留学生二人の体に、何か黒っぽいものを塗りたくっている。そのボロボロの服を着た人たちは、しばらくその行為をし続けていたが、不意にそれを止めると、一斉にこちらを振り向いた。その後の記憶は俺たちにはない。気がついたら朝になっていて、俺と A と B は、自分たちのテントに寄りかかるような形で気を失っていた。気を失う前、C と D に群がる人たちの顔を見たはずなのだが、俺たち三人には、どんな顔をしていたのか全く思い出せなかった。留学生二人は生きていたが、その姿は異様だった。体全体に、黒い液体を塗りたくられたらしく真っ黒で、塗りたくられていた黒いものはすでに乾いていたが、生臭い匂いがしており、とても近づけないほど臭い。とにかく二人には川で体を洗うように言うと、ガタガタ震えて、泣きながら体と服を洗っていた。俺たちはテントをその間に片付け、二人に、石はどうなったか、と聞いた。すると C が自分のリュックを指さしたため、中を見てみると、タオルに包まれた石が入っていた。とにかくこれを返しに行き、謝罪しようと B が言った。しかし、彼らの反応はひどかった。行くならお前たちで行けよ。お前たちがここに連れてこなければ、こんなことにはならなかった。お前たちのせいだ。ふざけんな。お前らが B の言うこと聞かずに、石を持ってきたからこんなことになったんだろ。そうだ。お前らが原因なんだから、石を返して謝罪するのは当たり前だろ。C と D はなおも食い下がり、かたくなに石を返しに行くのを拒否し、顔を真っ赤にして激怒しながら、俺たちに殴りかからんばかりに。お前たちのせいだ。と叫び続けた。すると、それを黙って見ていた B が。もういいよ。なら C と D は勝手にしろよ。俺たちで返しに行くから。呆れたように言うと、一人で石を持って川の上流へ向かったため、俺と A は仕方なく口論をやめて、B についていくことにした。C と D はその間に、自分たちの荷物をまとめて帰ったらしい。B についてくとホラー穴があった。確かに B の言っていたように、なんか雰囲気がおかしい。ここだけ空気が違うというか、言葉ではうまく言い表せないが、とにかく妙な気配のするホラー穴だった。俺たちは昨晩のこともあったため怖かったが、このままにしておけないため、ホラー穴の奥に進み石を祠に戻した。祠の近くに破れたお札が落ちていたので、それで効果があるのかはわからなかったが、やらないよりはマシだろうと、持ってきていたガムテープで、お札を可能な限り原型に戻るように貼り合わせて、元あった祠の扉に貼り付け、三人で手を合わせて謝罪して、帰路に着いた。キャンプから戻ってから数週間、その間は特に何もなく、課題をこなしたりレポートをしたり、バイトをしたり遊び回ったりと、平和な日々が続いていた。事件から1ヶ月くらい経った夏休みの終わり頃、ややこしくなるので最初に説明しておくと、俺は学生専用のアパートに住んでいて、A と B も同じアパートの住人。昼過ぎに B と A が俺の部屋を訪れ、ゲームをしたり漫画を読んだりとゴロゴロしていると、下の階の住人が俺の部屋へやってきた。ドアを開けると、何やってるのか知らないけど、うるさいんだけど。そんなに大音量でやってるつもりなかったけど、ゲームの音うるさかった？それとも声がうるさかった？いや、そうじゃなくて、さっきからお前ら、部屋の中を大人数でバタバタ歩き回って、何してるんだよ。別にバタバタ歩き回ったりしてないんだが、ずっとゲームやってたし、まあ気になったならすまん。静かにする。それで下の階の住人は帰ったんだが、なんか変だな、とは思いながら、A と B には、下から苦情が来たのでちょっと静かにしよう、と言っておいた。30分くらいすると、また部屋のチャイムが鳴った。出るとまた下の階の住人で、今度はかなり怒っている。お前らいい加減にしろよ。バタバタ歩き回ったり、ブツブツなんか聞こえてきてうざいんだけど。こっちはレポートまとめてる最中なのに、集中できないんだけど。
窓閉め切ってかなり静かにしていたのに、こう言われてなんか釈然としないが、まあ揉めるのも嫌なのでこう返した。そりゃ悪かった。注意してたつもりなんだけど、まあいいや。俺たちこれから出かけることにするわ。それなら問題ないだろ？そもそもこのアパートは結構新しく、そんなに音が響くわけないし、最初に注意された時以来、かなり静かにしていたのに、理不尽だなと思いながら、A と B に事情を話して、出かけようと切り出した。今から考えると、今まで結構騒いでもどこからも苦情がなかったので、この時に変だと気づくべきだったかもしれない。時間は午後2時頃。とりあえずゲーセンとかに行って、暇つぶしでもしようということになり、俺たちはアパートを出た。それからゲーセン行ったり買い物したりと時間を潰し、ファミレスで晩飯を食っていると、今度はアパートの管理会社から、携帯に電話があった。〇〇を管理している〇〇不動産のものですが、〇〇〇号室の〇〇さんでしょうか？そうですけど、何ですか？実はそちらの部屋がうるさいと苦情がありまして、お伺いしたのですが、ご不在のようなのでお電話しました。ああ、苦情来たので、昼過ぎから出かけていました。以後注意します。またかよ。と思い、俺がうんざりしながら答えると、不動産屋が変なことを言い出した。昼過ぎというと、何時頃からですか？確か2時か2時半頃だったと思うんですが。それは間違いないですか？注意してほしいと苦情の電話があったのは、6時過ぎ頃なのですが。今の時間は午後8時過ぎ。あれから一度も帰っていないので、どうもおかしい。A と B に事情を話し、不動産屋には今から帰るので、部屋の前で待ち合わせすることになった。アパートに着くと不動産屋、30歳くらいの女の人が待っていて、苦情の電話をしてきたのがやはり下の階の住人だったので、まずそこへ行くこととなった。出てきた下の階の住人はやはりかなり不機嫌で、話によると、あれからしばらくは静かだったが、5時過ぎ頃からまたうるさくなり、注意しても誰も出てこないので、管理会社に電話をしたらしい。俺があの時に出かけたまま帰っていないことを話すと、最初は疑っていたが、買い物をした時と、ファミレスで飯を食った時のレシートの時刻を見せると、さすがに納得した。あの、もしかして空き巣では？さっきまでうるさかったから、まだいるかも。マジかよ。まるまる、お前鍵ちゃんとかけたか？ちゃんとかけたけど、お前も見てただろ。つうか、俺の部屋入って何盗むんだよ。とりあえず部屋に行ってみて、確認すればはっきりするんじゃね？ということで、俺と A と B、それと不動産屋と下の階の住人で、俺の部屋へ行ってみることとなった。俺の部屋に着くと、予想通り鍵はかかっていた。空き巣が鍵をした可能性もなくはないので、俺が鍵を開けて中の様子を見たが、玄関から見た範囲におかしなところはない。全員で俺の部屋に入り、部屋の中やユニットバスの中なども調べたが、やはり何もない。出て行く前に飲んだジュースのペットボトルとかもそのままで、人が入ったような痕跡はまるでない。下の階の住人は何か釈然としない顔をしていたが、人がいた痕跡は全くないのが現実で、どこか他の部屋の音を、俺の部屋の音と勘違いしたのでは、などと話していると、玄関横のユニットバスの部屋から、ズズズズズ、ガコ、ガコ、と、変な音がかすかに聞こえてきた。何？風呂場からだよな？さっき見た時は何もなかったけど、なんか臭くないですか？とりあえず中を確認しようと、扉を開けた瞬間、異様に生臭いというか、不臭に近い匂いがしてきた。鼻を押さえて中を覗き込むと、バスタブの排水口から、黒い液体がゴポゴポと湧き上がっている。匂いの元はそれらしく、排水口の奥から、ガコ、ガコ、と、変な音は相変わらず聞こえてくる。あまりの臭さに、顔をしかめながら窓を全開にして換気扇を回していると、俺はあることに気がついた。この匂いって、キャンプの時にシート D に塗られた、黒い液体と同じじゃないか？ A、B、ちょっと。この匂いって。ああ、お前もそう思ったか。偶然だよな。そんな話を俺たちがこそこそと話していると、ハンカチで鼻と口を押さえながら不動産屋が。騒音の原因はこれかもしれませんね。明日業者に来てもらうので、〇〇さんはこちらでホテルを用意します。そちらで一泊してもらえませんか？これではここにいるのは無理でしょうし。本来ならこの提案は受けるべきなんだが、
俺は臭さと同時にあの時の恐怖が蘇っていたため、とてもこれから一晩一人で過ごす勇気はない。不動産屋には、今日は、A か B の部屋に泊まるのでそれはいい、と言い、そそくさと全員を部屋から出し鍵を閉めた。とてもじゃないが、あの部屋にこのまま居続けるのは、匂いもあるがそれ以上に、奴らが来そうで恐ろしかったから。下の階の住人は、排水管が詰まったかなんかして、変な音がしていたのだろうと納得し、俺に、誤解をしてすまない。と軽く謝罪をすると帰っていき、不動産屋も、明日の予定を軽く説明すると帰っていった。残された俺たちは、おそらく真っ青な顔をしていたと思う。ただの排水管の詰まりか何かだよな。あれは関係ないよな。俺たち関係ないだろ。石持ち帰ろうとしたのはシート D だし。偶然だろ。ありえねえよ。とにかく三人とも、偶然だ、ということで済ませたかったが、匂いがまさにそのままな上に、変な音というのも気になる。みんな一人で夜を明かすのは恐ろしかったのか、今晩は B の部屋に三人で泊まることにした。それから B の部屋で、朝まで起きているつもりだったのだが、なんか妙に三人とも眠気があったため、一時過ぎ頃寝ることにした。深夜三時頃、俺は B に起こされた。A も起こされたらしい。なんで起こしたのか聞いてみると、B が言うには、窓の外から大勢の話し声が聞こえてきていて、それが徐々に近づいてきているらしい。聞き耳を立ててみると、確かになんか聞こえる。神経質になりすぎじゃないか？誰か外で話してるだけだろ。いや、でも。なんだよ。ここ3階だぞ。なんで下じゃなくて、横から声が聞こえるんだよ。確かに言われてみればそうだ。気のせいなのかもしれないが、なんか気味が悪い。ひとまずもう寝ていられないので、電気をつけてゲームの続きでもしようと、A が電気をつけるため天井の方を見た。A がそのまま絶句して硬直している。何事かと俺と B が、A の見ている方を見てみると。何十人という青白い顔が、俺たちの方を無表情に凝視していた。体はない。顔だけが天井に何重と張り付いている。うわぁ俺たちはもう恐怖心で強行状態になり、気の幹のまま B の部屋を逃げ出した。俺と A、B は、もう部屋に戻る気になれなかった。明るくなったらすぐ、神社かお寺でお祓いをしてもらうことにして、そのまま恐怖心を紛らわすため、カラオケボックスで日が高くなるまで、無理にハイテンションになって歌い続けた。午前10時ごろ、俺たちは携帯で、二駅先に神社があることを調べ、そこでお祓いをしてもらうため電車に乗った。俺は電車の中であることに気がついた。俺たちを見ていた顔、普通の人の顔ではなかった。青白いとか市民っぽいとか、そういうのではない。おかしかったのは、そいつらの目。普通の人の目は大雑把に描くと、こうだよな。俺たちが見た顔の目は、これが縦になっていた。うまく伝わるだろうか？目が横に水平ではなく、縦に平行になっていた。こんな感じ。要するに人じゃない。後から聞いてみると、A と B もそれに気づいていた。神社に着き、神主の人に事情を話すと、かなりうさんくさそうな顔をしていたが、俺たちがあまりにも必死な顔で話すので、一応最後まで真剣に聞いてくれて、お祓いもちゃんとやってくれた。神主の人が言うには、その祠に二度と近づかないなら、多分大丈夫だろうとのこと。お祓い後は、俺たちに妙なことは起きていない。もう一つ、キャンプの時一斉に振り向いた顔。それも同じ目をしていたことを、なぜかお祓い中に不意に思い出した。以上が俺たちの体験。書き忘れていました。翌日不動産屋から電話があったのだが、業者に見てもらったところ、配管には何の問題もなかったらしい。一応何かが逆流してきたのは事実なので、他の部屋や地下の配管も調べたが結局何もなく、しばらく様子を見るということになったとか。その後、排水管の逆流とかは起きていない。お祓いが効果あったのだと思いたい。ちなみに、掃除業者が入って、俺の部屋のユニットバスをきれいに掃除してくれたのだが、しばらく匂いが取れず、匂いが消えるまで俺は、不動産屋の用意してくれたホテルで10日ほど暮らすことになった。なんか少し得した気分だった。キャンプから帰った後、シート D に何が起きたのか、二人と交流のあった人たちの話をつなぎ合わせて書きます。ほぼ全部が伝聞なため、どこまで正確かはわからない。あと伝聞ばかりなため、オカルトあまり関係ないかも。話の展開上、
伝聞が多いため、口語調の部分はほとんどありません。少し違和感あるかも。夏休みが終わり大学へ行くと、C、D と、そこそこ交流のあった友人が俺たちに話しかけてきて、変なことを言ってきた。C と D がキャンプについて友人に話したらしいが、長いので要約すると。俺と A、B と一緒にキャンプへ行った。そこまでは合っている。問題はそこからで、キャンプ地で洞窟を見つけたのだが、C と D は、面白そうなので見てみたいと、言ってみようとしたという。一緒にいた B は、暗がりが怖いのか怯えていたが、一人になるのも嫌なようでついてきた。洞窟の奥には小さな建物があり、祠のことだろう。それだけだったので引き返そうとすると、B が建物の扉を開けて、中の石を持ち出そうとしていた。C と D がそれに気づき、注意したが聞き入れられず、そこで喧嘩になった。そこまで聞いて、俺は事実と違うと話したが、友人はなんか思わせぶりに。まあわかってるから最後まで聞いてくれ。と先を続けた。その夜、石のせいで俺と A と B が幽霊に襲われ、ガタガタ震えながら泣いて謝っているのを見かけたので、C と D は勇気を振り絞って飛び出し、石は返すから。と幽霊を説得し、追い払ってあげたらしい。翌朝に C と D が、昨夜のことは石のせいなのだから、返しに行こうと俺と A と B を誘ったが、恐ろしくて行けないということで、代わりに C と D が返しに行って、そのまま帰った。俺はあまりのバカバカしさに、怒りすら湧いてこなかった。なんであの晩のことが、C と D の武勇伝みたいになってるのかと。俺は友人に、話の内容が大きく改変されていること、大筋で俺と A、B の位置が、C、D と入れ替わっており、しかもところどころに妙な脚色まであることや、俺たちが二人の巻き添えで、夏休み中ひどい目に遭ったことを伝えると、友人は、だろうな。と、すべてわかっていたかのように笑いかけてきた。ちなみにその友人は、自分も妙な現象を見るまで、幽霊の話はネタだろうと思っていたとか。友人が言うには、キャンプから戻って数日後、C と D の姿を見かけると、後ろに黒いもやのようなものが見えたり、C、D と一緒にいると、ブツブツと囁き声のようなものを聞いたりと、怪現象が続いたので、おそらく原因を作ったのは C と D だろうと、直感的に感じていたらしい。さらにこの直感に追い打ちをかけたのが、話を聞いてから2週間後くらいから、C と D は C の部屋にこもるようになり、親が金持ちらしく、そこそこ立派なマンションに住んでいた。金を下ろすのと、飯を買いに1階のコンビニへ出かけるとき以外、ほとんど外に出歩かなくなってしまった。そのため友人は、やはり原因を作ったのはこの二人だったか。と、妙に納得したとか。友人はこれ以上は詳しく知らないらしく、その後二人と会っていない。というか、電話をしても外に出ようとせず、友人に会おうともしない上に、こもっている事情も一切話さないため、今どうしているのかは知らないという。この話を聞いた後、夕方近くに B から携帯に電話があった。B が言うには、C と D がキャンプでの話を改変して、あちこちに言い回っていたため、B や俺たちは霊現象を別にしても、ヘタレのレッテルを貼られてしまっていて、誤解を解かないとまずいようだ。A にも連絡を取り、なんとか誤解を解く方法はないかと話し合ったが、結局いい案は浮かばず、一人一人誤解を解くしかないという結論になった。この後、実はある出来事をきっかけに、誤解はある程度解けたのだが、それは省きます。大雑把に書くと、C と D がゼミの教授に泣きついてきたのだが、その時話した内容が、それまでの武勇伝と違っていたため、それをきっかけに二人の嘘はバレた。この一件があるまで俺と A、B は、C と D も俺たちがお祓いした神社へ連れて行くつもりだった。しかし、ひどいようだが、あれだけ怖い思いをした挙句に、こんなデマを流されたのでもはやその気はなく、俺は A、B 二人と話し合って、留学生二人を放置することにした。大学が始まってから2週間後、ようやく C と D が大学に現れた。俺たちはもう二人に関わる気がなかったので、二人を無視していたんだが、A と B が学食で飯を食っていると、C と D が現れて因縁をつけてきたらしい。俺はその時、別の友達と大学の外で飯を食っていたので難を逃れた。A と B が他の友達数人と飯を食っていると、C と D が同じ留学生仲間何人かと、二人と仲のいい日本人何人かを連れて、二人のところにやってきた。そして、お前らのせいでひどい目に遭っている。と、大声でわめき散らしてきたらしい。
留学生二人の話を要約すると、あれから毎晩のように無言電話がかかってきたり、水道の蛇口から、例の臭い液体が流れ出したり、夜中に、窓を外からバンバンと激しく叩く音が聞こえてきたり、駅のホームで電車を待っていると、後ろから突き飛ばされてホームに落ちそうになったり、青白い顔の例の連中に、後をつけ回されたりと、かなり色々起きているらしい。しかも、最近はその頻度が多くなってきていて、あまり外に出る気も起きないとか。ひとしきり話すと、Cが Bの胸ぐらをつかみ、お前のせいだ、お前が原因だ、と殴りかかってきた。それを見ていた A や友人たちが、Cを取り押さえた。すると、しばらくはめいていた Cと、A たちを引き剥がそうとしていた D は、窓の外を凝視して動かなくなり、しばらくすると、ああ、と絶叫しながら逃げていった。Cと D は何かを見たらしいのだが、A や D とその友人たち、それと C と D の仲間には何も見えなかったらしく、しばらく C と D が逃げていった先を呆然と見ていた。C と D の仲間は、二人が逃げていってしまったためどうすることもできず、そのまま帰っていった。俺は A と B からその話を聞いて、夏休み中のこともあって怖かったが、まあ自業自得だろうとしか思わなかった。ちなみに、C を引き剥がそうとしていた A によると、かすかにではあるが C から、例の生臭いというか腐臭というか、あの匂いがしていたらしく、多分またどこかで塗りたくられたのではないか、とも言っていた。C と D はゼミが同じなので、その後も何度か顔を合わせたが、お互い会話することもなく、学食での一件のように因縁をつけられることもなかったが、二人は会うたびに俺たちを睨みつけていた。そんなことがしばらく続いたある日、事件が起きた。どうも二人が失踪してしまい、5日ほど全く連絡がつかないらしい。それからさらに3日後、二人は民家の庭で泥だらけで震えているところを、警察に保護されたとか。泥だらけと聞いたが、俺たちはおそらくまたあの液体を塗られたのだろうと思った。ちなみに、失踪前にある出来事があったため、俺たちは何か大きな事件が起きることが想像できていた。それは何かというと、二人が失踪する前日、俺たちが大学の帰り道で C と D を見かけたのだが、二人の後ろを、10人ほどの集団がついていっているように見えた。なんとなくその後ろ姿を見ていると、その集団のうち一人がこちらを振り向いた。その時俺と A、B は硬直した。格好は普通のサラリーマン風だったのだが、そいつの顔についている目は、俺たちが夏休み中に見たあの目だった。一瞬だったが間違いない。外が明るかったのではっきりと見てしまい、非常に気持ち悪かった。C と D がなぜ数日間失踪したのか、その間何をしていたのか、そのあたりはわからない。その事件の後二人はしばらく入院していたが、親が二人を連れて帰国し、そのまま大学を自主退学したらしい。彼ら二人の身に何が起きているのか、今後何が起きるのか、それは考えたくもない。どちらにしろ、ろくなことにならないだろう。最後に試験だが、一連の事件では必ず、生臭いというか腐臭のする黒い液体が関わっている。もしかするとあの液体が、気持ち悪い目の集団が、標的を追跡する目標になっているのではないか、と思った。かなり長い話になってしまいましたが、これで俺の体験は全て終わりです。お祓い以降、俺たちには何も起きていないため、もう大丈夫だと思います。長々とお付き合いありがとうございました。子供の頃に変なものを見た。マルケは登園で実際は血が繋がってないんだけど、親同士の仲がいいので、俺は夏休みになると毎年マルケに何泊かしていた。俺はその頃4歳くらいだった。昼過ぎに遊び疲れて仏間の隣の部屋で寝ていると、そばでポタッポタって音がする。で、なんかカリカリというか、ズルズルというか、何かが動いている気配がした。でも眠かったからしかとしていたら、ほっぺたに何かが触れた。手で払って見てみると、虫みたいだった。白くて大きな幼虫みたいなのが、畳の上でうごうごしている。男児って虫好きだから、大物やったーってなってすぐさま拾ってみた。でも、なんか先端の方に硬い部分があるから変で、寝ぼけ目でうんってよく見ると、それは虫などではなく人の指だった。血の毛が全くないのか真っ白で、ほっそりとしていて女性のものだと思う。でも、床を張ってるからか、爪のあたりは割れてたり黒っぽいものが詰まっていて汚い。
うわってなって投げ捨てたけど、なんと指は畳の上に立ち上がった。で、ぴょこぴょこ飛んだり、ブンブン横に揺れたりして、コミカルな動きをする。バカガキだった俺は、うっとおいってなったね。よく覚えてないけど、なんか質問すると、指はうなずくみたいに曲がって応答してくれる。これはおかんたちにも見せなくてわっとひっつかんで持っていったら、移動中に手の中から消えてしまった。トトロでメイが、真っ黒クロスケ逃がした時みたいなもんだった。親に言っても、どうせ寝ぼけてたんでしょとか言われてすげえ悔しかった。で、俺はフィンガーさん、亀井、おなんとしてでも捕まえてやると心に決めて、捜索することにした。すると、あっさりさっきの部屋で見つかるフィンガーさん。つうか、キノコみたいに部屋の壁に生えていた。摘み取って、今度こそとガン見したまま持っていこうとした。でも、部屋から出ようとすると、なぜかフィンガーさんはニュルンと手から飛び出て元の部屋に戻ってしまう。必死になった俺は、かなりの時間をかけていろんな場所から持ち出しに挑戦してみた。襖からはダメ。窓は俺の背では越えられない。どうしようか考えていると、フィンガーさんが襖がある壁の角の方に張っていった。畳の上で跳ねているのでそばの壁を見てみると、土壁の古い屋敷だったので壁と壁の間に隙間ができている。でもさすがに指は通りそうにない隙間だったが、幼児の俺は、フィンガーさんを思い切りその隙間に差し込んだった。フィンガーさんはかなりの時間もぞもぞして、なんとか壁抜けに成功。廊下に出て、床に落ちていたフィンガーさんを回収した。これで俺をバカにしたおかんを見返せると、フィンガーさんを連れて行こうとすると、廊下でまたニュルンと手から逃げられた。慌ててもう一回捕まえようとすると、今まで友好的、だったフィンガーさんがいきなり飛びかかってきて、頬を引っかいた。驚きと痛さで俺号泣。だってほとんど垂直に刺さったみたいだったもん。泣き声に驚いて、誰かが廊下の奥から駆けつけてくる。すると、まだ俺の肩にいたフィンガーさんが、慰めるように怪我してない方を撫でてくれた。そうこうしているうちにおかんと家の人到着。で、おかんの顔を見たら、なんか知らんが急に眠たくなってぶっ倒れる俺。次に目が覚めた時には自分の家で、翌日になっていた。予定ではもう少しマルケにお泊まりするはずだったけど、子供なので不思議に思わなかった。それ以降、一度もその家には行かなかったけど、特に好きでもなかったから気にせず。で、俺が大学生になった頃だ。俺はサークルの後輩A子に一目惚れした。もだったけど、とにかく好きだったのでもうアタックしたけど、とにかく逃げられる。告白して断られるとかではなく、会いに行こうとするともうA子がいないんだ。なんとか会えても、引きつった顔で逃げ腰で、もう告白どころじゃない。もだからアタック方法間違えちゃって、気持ち悪がられたかなと俺涙目。そのうちA子はサークルにも来なくなっちゃった。友人を通じて、悪気はなかった、もう関わらないようにするから、俺のせいでサークル止めるとかはしないでくれ。って伝えて、なんとかA子も顔出すようになった。その一年後くらい、長期休み中に、サークルで恒例の旅行をすることになった。歴史系サークルだったもので、主に城とか神社巡り。でも歴史が好きなやつ半分、ただの旅行サークルとしてキャッキャしたいやつ半分だったので、温度差がひどい。とある史跡を見て回っている途中に、キャッキャ組がはぐれてしまった。携帯に電話しても、計画的犯行なのか誰も出ない。仕方がないので、時間を決めて、真面目組もばらけていないやつを探すことになった。サボって遊びたいなら、多分簡単に見つからない場所にいるんだろうなと思ったので、俺は敷地の中でも人気がない方へ行ってみた。生垣の角を曲がったら、好きだったA子と鉢合わせ。俺、心の中で号泣。サークルには普通に来るようになったけど、未だにA子からは避けられてたからね。あうあうしていると、そばからのぶとい悲鳴が聞こえてきた。駆けつけると、石碑のそばでサークルのやつ数人が地面にへたり込んでいる。奴らの視線の先を見て、俺はビビったね。女の上半身をさらに半分にしたような奴が、地面でうごうごしている。なんつーの、綺麗に刃物で切った感じじゃなく、惹かれて壊れたマネキンみたいなのだった。胴体は胸のあたりまでしかなく、顔は割れたみたいに顎までしかなくて、左腕も肩近くで崩れている。怖すぎて、喉から切って落としか出なかったよ。サークルの奴らは完全に腰を抜かしてた。すると、女の上半身が唯一ちゃんとある右手を使って、はい、こっちに来ようとしだした。凍りついたまま、逃げようかどうしようか迷う俺。そうだ、A子だけは連れて逃げなきゃ、とか考えていたら、急に A子に腕をガシッと掴まれた。
すごい勢いでサークルの奴らの前に連れてこられる。抵抗しようと踏ん張ろうとしたら、A子に背中突き飛ばされて女の上半身の前に倒れ込んだ。いくら嫌いだからって、この仕打ちはないだろ。と思ってマジ泣きしそうになったら、急に目の前の女上半身の動きが止まった。短い胴で立ち上がって、ぴょこぴょこ飛んだりくねくねしたり。へえって思っているうちに、女は穴に潜り込んだモグラみたいに、地面にヒュッと吸い込まれて消えちまった。消えた地面には穴なんかなかったけどね。次に気がついたのは、その地域の病院のベッドの上だった。どうやらあの後、A子以外は全員気を失って、救急車で運ばれたらしい。幸い、目が覚めると全員すんなり返されました。その後、A子と二人きりの時に話を聞かされた。彼女は先祖がシャーマン通の、巫女さんみたいなのだそうで、霊とか見える人らしい。ただし、そんなに力は強くないと言っていた。その彼女曰く、俺はヤバいものに守られている。疲れているんじゃなく、守られているんだそうだ。なので、波の悪霊くらいじゃ太刀打ちできないらしく、あの場を切り抜けられるのはこれしかないと、俺を霊の前に突き飛ばしたんだそうだ。A子もテンパっていたらしく、あの時のことは謝罪された。あと、サークルで俺を避けまくっていたのは、俺を守っているヤバいものが、どうにも A 子の体質に合わず、俺自身が嫌いだから避けてたとかそういうことじゃないと言われた。守られているったって、俺はこれまでの人生で、何か特別いいことがあったわけでも、九死に一生を得たことがあるわけでもない。そう言ったが、A 子は、そういう意味で守られているわけじゃない。という。あと、なんかほっぺたに印をつけられてると言われた。そこでハッとして、幼児期に会ったフィンガーさんのことを思い出した。つうか、それまでなぜかフィンガーさんのことをすっかり忘れていたんだ。多分気を失って、実家で目が覚めた時にはもう忘れていたと思う。じゃなきゃあんな体験、親に話してただろうし。すでに長期休み中なので、俺は急いで実家に帰った。それでおかんにマルケのことを聞いてみたんだが、なんだかごにょごにょ言って話が通じない。それで仕方なく、先日あった事件のことと、フィンガーさんの話を全部した。女の上半身の話では、何寝言言ってるのって感じだったんだが、フィンガーさんの話に入ると、明らかにおかんの顔がこわばった。肩まで跳ねてたし。話を得ると、しばらく沈黙していたおかんがやっと口を開いた。マルケで俺が倒れた後、散々な目にあったらしい。最初は、俺が倒れたので屋敷の人間は全員心配してくれた。ところが、おかんがそう言えばついさっき、俺が変なことを言っていたと内容をこぼしたら、事態は一変。変な指を見たって言っていたと教えたら、屋敷の奥さんが慌ててどこかに走っていき、その後大騒ぎになった。奥さんは、仕事中のはずの自分の旦那やじいちゃんにまで電話して、すぐ帰ってくるようにと言った。それが終わると、なんてことをしてくれたんだとおかんに詰め寄る。息子が意識をなくしてるこんな時に、何意味不明のことを言ってるんだとおかん大爆発。叩いても何しても俺が起きないから、救急車を呼ぼうとしたら、無駄だと止められたそうだ。その後、ものすごいスピードで帰ってきたマルケの旦那たちが揃うと、おかんは仏まで家の人間に取り囲まれ、事情を説明されたそうだ。マルケには、仏間の隣にわらず間という部屋があるらしい。何でも何百年も前からあって、絶対に入ってはいけないんだとか。ただ、いくつかある規則をきっちり守っていると、そのわらず間は家に富と幸福をもたらすんだとさ。確かにマルケは裕福だった。屋敷は結構田舎の山ん中にあるんだけど、大きな日本家屋の平屋で、大河ドラマとかに出てきそうな感じ。で、幼い俺が、その入ってはいけない部屋に入ったって言うんだな。で、おかんはますます切れた。だって、仏間の隣に部屋なんてなかったって言うんだ。おかんも子供の頃からマルケに来ていたので、間違うはずがない。仏間は四方を廊下で囲まれている。廊下を挟んだ隣の部屋はどこも普通の部屋。そう言って怒ったら、よく思い出してみろって言われたそうだ。廊下にある仏間の壁、不自然じゃないかってさ。確認してみると、部屋の中から見る仏間の広さと、廊下から見た仏間の壁の広さが明らかに合わない。廊下の壁の方が、やけに広かったらしい。どうやらそのわらず間、確かに仏間の横にあり、四方をすべて壁に囲まれているらしかった。だからおかんは今まで気がつかなかったんだ。でも、そんな部屋じゃ息子が入れるはずないじゃないかと言ったが、倒れる前に言っていた内容と、直後に壁に穴が開いていたのがその証拠とか言って、取り合ってくれなかったそうだ。でも変だよな。
確かに昔のことすぎて細かい記憶はあやふやだけど、俺がフィンガーさんを見つけた部屋は普通の部屋だったぞ。日の光が入って明るかったし、内装も普通。そして、ちゃんと襖があって、確か開いていたはずだ。じゃなきゃ、いくら俺が小さくても、他人の家の一度も入ったことがないしまった部屋に、入り込んで寝たりなんてしない。ともかく、これから忙しいからとか言われ、おかんと俺は屋敷を放り出されたらしい。まあ、実際は隣町の大きな病院まで送ってくれて、お詫びと見舞いだとかで、なんかたくさん持たされたらしいけど。他のことで手一杯で、帰ってきてから調べてみたら、渡されたものの中には鏡とか、数珠だとか、灰とか、変なものも混じってたらしい。一番驚いたのは、そこに現金が入ったパンパンの茶封筒が入っていたことだそうだ。困って翌日電話すると、迷惑をかけたからそのお詫びだって言われたみたい。意味不明なものは、わらずまを開けちゃった人にはあれを送るのがしきたりとのこと。そこまでしてくれなくても、俺は病院で大丈夫と言われ、今はもう元気に遊んでいると話したら、驚かれたそうだ。おかんに、今そのマルケの人たちはどうしてるのか尋ねたら、苦い顔して、しばらくしてポソッと、事業に失敗して一家離散したって言われた。それって俺のせい？って言ったら真っ赤で頭をはたかれて。そんなわけあるか。と怒られた。さすがにおかんも気になって調べたらしいんだけど、大昔から金持ちだったから、マルケはザル経営をしていて元から危うく、普通にバブルが弾けた煽りを食らっただけみたい。ついでに、その時もらった謎グッズと金どうしたのって聞いたら、謎グッズはしばらくして捨てて、金のことは教えてもらえんかった。おかんはその事件以来、すっかりマルケとは交流を断ってしまったらしい。でも、今回のことと絶対関係があると思ったから、親戚を頼り、俺は何とかしてマルケの一人と連絡をつけた。あって一言目で、君が生きてるとは思ってなかった。と言われたよ。それから、わらずまのことを教えてもらった。とはいえ、その人は四男だったから、すべてを教えられていたわけじゃないみたい。わらずまは、それ自体が神様なんだそうだ。でも、その中にいるのは、神聖とは麻薬のすごく悪いものらしい。日本人って、欲怨量になった人とか祭り立てちゃう癖があるよね。藤原道真が天満宮の神様になってたり、平野正門が祀られてたり、それのミニチュア版らしい。ただ恐ろしいのが、そうそう神様にできそうな怨量なんていないので、人工的に作るんだそうだ。詳しい作り方はその人も知らなかったけど。ただ、よりたくさんの材料を使った方がよく、自分に敵対する人や、恨みを持つ人を使った方が効き目がすごいらしい。蒸気みたいに濁して言われたけど、意味が分かった時、俺は心底震えたね。あと、わらずまはわらずまと、わらしまの意味じゃないかって。最初の方はわかるが、後ろは意味がわからない。フィンガーさんは絶対成人女性の指だったし。で、その人が覚えているわらずまの規則は、必ずその家の仏間の隣に作らなくてはならない。四方を廊下で囲み、そこは人の通行を制限してはならない。むしろ客人には、その廊下を通ってもらった方がいい。ただし、わらず間のことは、家の者以外に話してはいけない。あと、部屋には出入り口を二つないし、三つ作らなくてはならない。最後の辺だよね。尋ねてみたら、わらず間は本来一台、よくて二台くらいにしか効かないものらしい。けれどマルケは元からお金持ちだったので、高名な行者に金を積んで頼み込み、特別長く効くわらずまを作ってもらったんだって。本来のわらずまは、障子や窓などで塞いであっても、出入り口をいくつも作って、かつ客人にその周囲を歩いてもらわなければならない。でも、部屋に入られたら術は切れ、中から怨霊が飛び出すという。効き目はすごいが、かなりリスキーな代物だった。どうやらその行者は、わらずま作りが専門通くらい慣れた人だったらしく、俺が考えた最強わらずまをマルケに作ってやったらしい。本来の形と違い、マルケのわらずまの四方が壁で塞がれていたのはそのせい。で、もうわかってるだろうけど、普通わらずまを開封した人間は、誰だろうとすぐ死ぬものなんだって。何せ怨霊入りの部屋を開封して、何十年も閉じ込められていた恨みパワーをもろに浴びるんだもの。なんで俺は生きてるのかってことと、フィンガーさんは最後に俺の方に突き刺さったが、それまでは優しい霊、だったぞと尋ねた。すると、マルケのわらずまは特別なので、中に何が入っているかは、作った当初から行者以外は誰も知らなかったそうで、開けたのが行者オリジナルだったからじゃないかと言われた。でも強力なはずなのに俺が何事もなく生き残るとか、わけわからんよな。あと、
とりあえずこれだけは弁解しなくてはと、あの部屋には襖があり、最初から開いていたと言ったら、四方が壁の部屋に君が入れた時点で、なんとなくわかっていた。きっともう、うちのわらず間も寿命だったんだ。と言われたよ。それに、人間の恨みがどれほど恐ろしいものなのかは身に染みてわかったから、俺のことを恨む気にはなれないって、遠い目をして微笑んでた。マルケはバブルが弾けて会社が潰れ、負債を抱えて一家離散したんだが、四男さんは離散した後、兄弟や家族がどうなったか知らないと言っていた。家族が離散したのは、少しでも降りかかる災いを分散させるために、意図的にそうしたらしい。手紙や電話でも、繋がったとみなされ連鎖するので、今でも誰とも連絡は取り合っていないそうだ。そう話してくれた四男さんは、仕事中の事故で両足と左腕がなかった。障害者になり、自分だけではどうしようもなくなり、マルケとは直接血が繋がらない、わらずまの恩恵を受けていない親戚に助けを求めたから、俺は彼を見つけられたみたい。迷ったが、俺は英子に知ったことを全部報告した。親には話しづらく、かといって自分の胸だけに留めるには重すぎた。英子は実家の方にわらずまのことを尋ねてくれたんだが、彼女の先祖は行者ではないし、よくわからんけど払うタイプの巫女ではないらしく、そういうものは世の中にいくつも実在するという返事がもらえただけで、それ以上の新しい情報は得られなかった。で、最後に彼女が教えてくれたんだが、俺の方につけられたフィンガーさんの印。これは別に、わらずまみたいに富や名声を与えてくれるものではなく、大事故からでも生還できるというものでもないらしい。何があってもこいつだけはたたらない。という目印らしい。ただし、弱い悪霊よけくらいにはなるとのこと。あと、旅行先で出会った女の上半身。あれはフィンガーさんかもしれない。怖すぎて指先なんて見てなかったが、英子に押されて俺が目の前に飛び出した後のくねくねした動きが、子供の時に会ったフィンガーさんの動きに激似だったような気がする。ということは、彼女は少しずつ元の人の姿に戻っているんだろうかって話したら、英子に。私はあの上半身、いろんな人間の指の集合体みたいに見えた。って言われてまたビビった。フィンガーさんは確かに指一本だったはずなのに。って思ったけど、必死で思い返すと、あの部屋で寝ていた時に、最初に聞いた何かが落ちるような音、複数だったような気がするんだよな。夢うつつだったし、自信はないんだけど。で、これを書こうと思ったきっかけなんだけど、2、3日前に、駅の構内でフィンガーさんを見かけたからなんだ。仕事の外回り中、電車の中から外をなんとはなしに眺めていたら、ホームにいた人の肩に止まっている指を一本見た。電車が走り出す頃には、指は肩から落ちて、ホームのコンクリートの床を尺取り虫みたいに張ってた。周囲の人は誰も気がつかないみたいだった。ただ、遠目からだけど、すごい太かったんで、あれは絶対男性の指だと思う。ひょっとして、フィンガーさんの仲間はたくさんいるんだろうか？それともあれは、フィンガーさん集合体の部品だったんだろうか？ちなみに、俺の職場は都心だ。でも、マルケは全然違う場所だったよ。以上で俺の話は終わりです。投稿してみたら思ったよりも長い話だったようで申し訳ない。あの事件以来、最近までオカルト的なものから逃げ続けてきたので、似たような話やフィンガーさんやわらずまについて、なんか情報があれば教えてほしい。ごめん、もう一回だけ。ちょっとまだ混乱している。今日もフィンガーさんを見かけた。普通に繁華街の床を張ってた。短くて細めだから、多分女性の親指。迷ったけど追いかけようとしたら、すげえほっぺたが痛くなって、怖くなってやめた。俺、この前までオカルトっぽいものって、書き込んだ2回しか見たことなかった。なのに、ここ1週間で2回も見てる。まだほっぺた微妙に痛い。もしかして、あの話、書き込んじゃダメだったかも。突然だが、本で読んで以来、赤真という得体の知れないものの毛の話を集めている。赤真とは、読んで字のごとく、赤真。これは、全国津々浦々で目撃されているらしい。で、このスレの情報量を頼って、似たような話があったら聞きたい。俺が覚えている赤真の話は、大体以下のような話。ある人が引っ越しして間もない昼間、チャイムが鳴った。引っ越してきたばかりで知り合いもなく、訪ねてくる人の心当たりもなかった。厄介なセールスだと困るので、ドアスコープから様子を伺うと、誰もいない。おかしいな。と思いながらも部屋に戻ると、またピンポーンとチャイムが鳴る。
再びドアスコープを覗いても誰もいない。そして部屋に戻ると、またピンポーンとチャイムが鳴る。そうだ、と思い立ち、玄関が見える部屋に行き、カーテンを開けて玄関を覗き見た。ドアの前に立っていたのは、真っ赤な色をした、人型のものだったという。うわ、と思ってすぐに顔を引っ込めたが、その時また、ピンポーン、とチャイムが鳴った。一体あれは何なんだ、と思うと、怖くてたまらない。チャイムが鳴るたびに体がすくんだという。あんなものに気づかれたらどうしよう。そう思って子供部屋を出て、絶句した。玄関の上にある、最高用の窓に、赤い頭と手が張り付いていたのだという。身長が2メートル以上ある。どうしよう、と思った瞬間、外に出ていた娘さんが帰宅した。驚いて。大丈夫だった?と聞くと。何が?と笑われたという。数日後、友人夫婦が引っ越し祝いに来てくれた。玄関に行ってみると、旦那さん一人しかいない。奥さんは?と聞くと、旦那さんは。わからん。と首をかしげた。俺をマンションの下に下ろしたら、慌てて自分だけ帰ってしまった。と言って、怪訝な顔をしたという。やがて、縁も竹縄となった。やっぱり奥さんに来てほしいその人は、奥さんに電話してみた。すると、奥さんは。言いにくいんだけど。と前置きして、こんなことを言った。マンションに行くと、マンションの5階にあるあなたの部屋の前に、大きくて真っ赤な人間がいて、体をくの字に曲げて中を覗き込んでるの。主人には見えなかったみたいだけど、私は怖くて帰っちゃったの。このことを知人に相談すると、火事の前兆かもしれない。と言われたので、しばらく火元に気をつけて生活した。しかし、結局火事は起こらず、その赤い人間がまた現れることはなかった。んで、俺が集めた、この赤マネの特徴。体が赤い。稀に緑色、内色黄色の場合もある。シャレコアの、青い人が来る、などもこの類か。赤マネとは単に一番オーソドックスな色なだけで、別に赤い種類だけがいるわけではないのかもしれない。体が巨大である、もしくは目鼻などの凹凸がないなど、人間とは少し異なるものの、人型をしている。神出鬼没で、特定の場所に出るというわけではない。取り付くということも、未だ聞かない。何かの前兆であるとも聞く。その場合は火事の前兆であると解釈される場合が多い。稀に知り合いの名前を語って、玄関に現れることもあるらしい。赤マネの名前はこの特徴から。見える人と見えない人がきっぱりと分かれるらしい。ネットや本を読む限り、結構目撃されてるようなので、このスレでも似た話が出ると思う。年末に変なことを話すが、知ってる人がいたら教えてくれよ。結構前にあった話なんだけども、その日いつものように、仕事が終わって夕方、6時過ぎくらい、家に帰ってきた。いつものように今に入ると、そこでお袋が部屋の電気もつけずに、耳塞いで暗い部屋の中でうずくまってたんだ。かなり面食らった私。だってこんな様子のお袋見るのは初めてだったんで、何かあったと焦って、お袋のそばに駆け寄って声をかけたんだ。ちょっと、お袋。何かあったの?どうしたの?部屋の明かりもつけないで。お袋は、いきなり声をかけたんで、かなりびっくりした様子だったけど、私の顔を見て安心したのか。なんだ〇〇か、びっくりさせないでよ。とかのたまった。いやびっくりしたのはこっちだし。暗い部屋の中で電気もつけずに、耳塞いでうずくまってた人間の言うことか?なんてちょっと呆れかけてたんだけども、この後、お袋が妙なことを聞いてきた。っていうか〇〇、お前、どこから家に上がってきたの?どこから家に?なんとも妙な問いかけに半ば呆れながら。あのさ、お袋。どこから家にってそりゃ玄関からに決まってんだろ。つかさ、どこから帰ってきたと思って。そう言い終わらないうちに、その玄関からコンコンとガラスをノックする音が聞こえてきた。あれ、誰か来たかな?私は誰が来たのか確認しようと、玄関の方を覗き見ようとしたんだけど、お袋が焦った様子で止めてきた。また来た。さっきのあれだ、絶対。さっきのあれ?私は何のことだかさっぱりだったんだけども、帰ってきた時のお袋の様子と。さっきのあれだ。ってのは関連してると思った。ねえ、帰ってきた時すごく様子がおかしかったけど、その、さっきのあれってやつが原因なの?
この問いかけにお袋は黙ってうなずき。あれがね、ずっと玄関をノックしてるの。あんたが帰ってくる少し前から。お母さん、それが怖くて怖くてたまらなかったの。だからずっと耳塞いで、それがいなくなるの待ってたんだけど、そうしてるうちにあんたが帰ってきたのよ。玄関から。お袋の顔が青ざめている。ちょっと尋常じゃないなと思った。あれって、何？見たんでしょ？お袋は顔を下に背けてる。思い出したくもないって様子だった。この間も、まだ玄関から、コンコンというノックの音は続いてる。このままじゃ拉致が開かないと思い。ちょっと見てくるよ。さっきのあれとは違うかもしれないし、宅配とか近所の人が来てたら困るでしょ。そう私が言うと、お袋が。ダメだって。行かない方がいい。絶対後悔するから。と言って、掴んだ腕を離してくれない。大丈夫だって。何かヤバいもんとかだったら、玄関開けたりしないし、ただ見てくるだけだから。お袋が掴んでる腕を強引に振り払って、私は玄関に向かった。うちの玄関は、曇りガラスが張ってある引き戸なんで、玄関を開けなくても、外にどんな奴がいるのかはある程度わかる。私は玄関まで行き、そのノックしてる奴がどういった奴なのか、その曇りガラス越しに見た。多分お袋も、来客だと思って玄関まで行き、これを見たんだろうね。玄関に立つ赤い人影を。最初見た時は、そんなに違和感とか変なものって感じはしなかった。だって、ただの人影だったんだもん。背丈は多分、小学生とかそれくらいだったかな。赤いってことを除けばね。だからただの来客だと思って、玄関を開けようと、ほんとガラス一枚のとこまで近づいたんだわ。その時、ノックする手がガラス越しによく見えたんだよね。真っ赤な人の手がさ、ほんとに真っ赤だった。赤い手袋とかでなくて、真っ赤な素で。この時、あ、これは人じゃないなって、やっと気づいたのよ。ただ、もう気づいた時は遅かったんだよね。だって、玄関開けようと近づいてるわけじゃない。だから向こうにも見えちゃったんだよね。私が。近づいてる私の存在に気づいたそれは、この後、ものすごい勢いで玄関をノックし出したんだわ。ほんとすごかった。もうね、玄関のガラスが割れるんじゃないかってくらいの勢いで叩き続けてる。ほんとはすぐに逃げ出したかったんだけどね。動けなかった。怖くてさ。だって、真っ赤な人影がすごい勢いで玄関叩いてるんだよ。って、あれにはマジでビビって足がすくんじゃったよ。いい大人なのにね。だけどずっとその場にはいられない。だって怖いもん。だからなんとか気を張って、その場から離れようとした。ただこういう時って、不思議と駆け出せないんだね。多分、相手に気づかれないように、って考えが働くからなんだろうけど、ゆっくりゆっくりと後ろに下がっていったんだわ。すると、人影にちょっとした変化があった。最初見た時とは違って、なんか背が高くなっているような気がする。けども、ノックをする腕はさっきの位置とは変わってない。背が高くなってるんではなくて、伸びてるんだよね。頭がさ。首が伸びてるんではなくて、本当に頭だけが上に向かって伸びていってる。そんな感じがした。そしてその伸びた頭は、徐々に玄関の上にある小窓に近づいていってるんだけども、この小窓ってやつが運が悪いことに、明かりを入れるための窓なもんだから、曇りガラスではないんだよね。だから、その小窓に近づいてるのが分かった段階で、人影から目をそらすべきだったんだよね。本当はさ。だけども、目がそらせなかった。怖くて逆に目をそらせなかったんだよね。そして見ちゃったんだよね。真っ赤な人影の顔。多分、小学校低学年くらいの子供だと思う。真っ赤な顔でさ、髪とも言わなかった。印象的だったのは、だらりと開けられた真っ黒な口と、カッと見開かれた目。その目でさ、ギョロギョロと家の中を見てるんだよ。もうそれ見たら限界だった。いい大人が。わあ。って叫んで駆け出してたよ。で今に逃げ込んで、お袋と一緒に耳塞いでガタガタ震えてた。どんだけの時間、耳塞いでうずくまってたかわからないんだけど、いきなり。おい、どうした？って肩をつかまれて起こされた。仕事から帰ってきた親父だった。親父かよ、ビビらせんなよ。何がビビらせんなだ。びっくりしたのはこっちだ。どうした二人して電気もつけずに部屋の中で。
いきなり声をかけられてびっくりはしたが、正直、帰ってきた親父の顔を見てほっとした。そして思わず聞いてしまった。親父、一体どこから家に上がってきたんだ?と。こういった体験だったんだけど、これが数年前の話。で、最近になって、新耳袋とかでも似たような話が載ってたんだけども、これって全国的に出没してるんかねえ。目は覚めましたか?朝の準備をして、仕事や遊びに取り掛かりましょう。では、またねー。